だって盛り上がってまーす。はい、ということで、タイのハッピーバースでした。誕生日です。朝の4時です。まだまだ続きます。問いならですね。はい、ということで、中地散歩でございます。はい。問いならで飲んでまーす。暗いがよくわかんないですね。こんな感じ。すごいですね、盛り上がりが半端じゃないですけどね、ちょっとアフリカ系の音楽が流れてる。3時半ですよね、今ね、ということで、スクンビットのソニー7ですね、屋台以外でまたまた飲んでます。レオですね、レオビアということで、はい、いただきます。もうちょっと寝不足と疲れてヘロヘロですけどね、すごい盛り上がってますよ。向こうにはちょっとアフリカ系のお姉さんたちが踊ってます。こちら屋台ですね。はい、ちょっと屋台を歩いて、あーすごいなお姉さんということでね、盛り上がってますね。うわーすげーなー、ナイスなボディでセクシーダンスをね、してます。すごいお尻ですね。ということで、ソイ7、ちょっとした屋台街がありまして、はい、ということで、こちらは何ですか、チキンの池、魚もいます。何の魚かよくわかんないですけど、ね、はい、というわけで、はい、ソムタムですね、町から、ローカル、あ、どうぞどうぞ、ローカルのソムタムですけど、めちゃくちゃ辛いですよ。口から火出るぐらい辛いです。で、こちらがイカとエビの炒め物、これもね、超辛いです。カッパですね。で、炒めてます。はい、ということで、ソイナラですね、ハッピーバースデーの誕生会ですね、今日で盛り上がってるんで、わー盛り上がってます、誕生日、朝の4時ですよ、4時に誕生会、すごいっすね、すごい、もうノリノリです。はい、ということでね、これが中地散歩なんですけども、朝の4時、ソイ7、スクンボットソイ7で盛り上がってまーす。誕生日でーす。誕生日バースデー、ハッピーバースデーということでね、ということでね、ハッピーバースデーでーす。めちゃくちゃノリノリの状態ということでね、以上です。おやすみなさーい。まだまだ夜は続きます。バンコク、タイですね。タイのバンコクからお送りしてます。おやすみなさーい。